テリー・ブレントルッカー・ジュニアは、アメリカ合衆国、テネシー州、ジャーマンタウン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、ミネソタツインズ所属。ミシシッピ州立大学に在学中、2016年の MLB ドラフト38巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、契約せず、大学に残留。翌2017年は、 サウスイースタンカンファレンスのリーグ戦で打率38723本塁打82打点オプス1.306の圧倒的な成績を残しカンファレンス史上二人目の打撃三冠王を達成ベーカリジェットベースボールニュースペーパー氏が選ぶ同年の大学球界最優秀選手にブレンダン・マッケイとの同時受賞で選ばれた同年の MLB ドラフト1巡目 戦力均衡ラウンドへでツインズから再度指名を受け、同年7月16日にツインズと契約。参加ルーキー級エリザベストンツインズでキャリアを開始した。その後、3年目の2019年には参加トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスまで昇格。同年はトリプル A 級ロチェスターで65試合に出場し、打率281、14本類だ。 47打点の成績を残し、同年のトリプル A 級のオールスターゲームにも出場した。2019年のシーズン終了後には、同年のプレミア12に出場する野球アメリカ合衆国代表に選出。大会では3本塁打を記録して、本塁打王のタイトルを獲得し、指名打者として大会ベスト9にも選出される活躍を見せた。二千二十年は、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い7月18日に同年のロースターに関する新規定によって設けられたプレイヤープールに登録され大体トレーニング地にて調整を行っていたその後9月4日に40人枠入りしてメジャー初昇格を果たし同日の対デトロイトタイガース戦のダブルヘッダー第1試合において7番左翼手でメジャー初出場 同年は最終的に7試合に出場し打率316を記録したほか9月8日の対セントルイスカージナルス戦ダブルヘッダー第2試合ではダニエル・ポンセデレオンからメジャー初本塁打を記録した2021年は開幕をメジャーで迎えたが4月7日に警部を痛め10日間の故障者リスト入りその後復帰したが打率103と低迷し 4月29日にマイナー合格となった。ありがとうございます。